はい、構図の趣味部屋へようこそ。今回もね、すいませんね、前回の一番くじのもうリベンジみたいな動画になっちゃうんですけれども、ちょっとね、前回がね、あまりにもちょっとね、悔しくて、H 賞2つはいいんですよ。いや、よかないけど、いや、あのね、内容が内容ですよね。前回の動画見てない人はそちらから見てくださいね。H 賞引いちゃった時はもうね、欲しいもんが出ればいいかなと思ったんですけれどもね、まさか2つ、ネタバレになっちゃうんですけどね、2つ出て2つとも同じ絵柄っていうのはね、これはどんだけ運が悪いんだという、ちょっとショックを隠しきれないね、この運の悪さは。ちょっとね、それでもうね、同じちょっと店舗行きまして、ちょっとね、悔しいんで、もう一回やろうかなと思って行ったんですけど、なんとね、もうここで、もうびっくりですよ。結構会場まだ全然残ってんのに、なんと、トランクスがもう抜かれてたっていうね。ちょっと待ってくれよと。トランクス欲しかったのにと思ってね、フィギュアの中ではね。いや、まさかトランクスだけ抜かれてましたね。あと他は生きてましたね。いや、トランクス引き上がって、こんちきしよう、どなたのドイツだよと。いや、ほんとね、羨ましいつうかなんつうかね。で、それでね、いいやと。別にね、上位賞なんて、自分には無縁のね、もう産物なんで、もう、とりあえず、相性、もう小皿って言ってたじゃないですか、もう前回の動画で。もう小皿が本当惜しくてね、小皿の、絵柄にもよりますけど、会賞でも本当小皿狙いで、とりあえず色紙はもういいと。小皿が最悪マークカップ、ここら辺狙いで、もう2回チャレンジしてきました。はい。いやー、もうその結果がね、ちょっとお知らせしたいと思います。はい。じゃあもう早速いきますかね。もうね、今回もさっさと終わらせましょう。いやいやいや、フラグ立ってるわけじゃないよ。いや、皆さんもちょっとこれで、どうせまた会社だろうみたいなことを思ってるかもしれませんけれどね。ではね、早速、一発目から行きましょう。はい。ではね、一回ペリーズめくりました。はい。なんと、これはね、ほんとちょっとびっくりですよ。はい。ペリッとめくったら、なんとね、はい。あ、一緒。小皿出てくれました。いや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 、これは嬉しかった。いやー、小皿は本当惜しかったんでね。いや、皆さん、ちょっとね、あれ、フィギュアじゃねえのかよって今思ったかもしれないけど、いや、自分は本当小皿狙いなんですよ、本当は。はい。いやー、これ小皿当たってよかったわ。何が出るかわかんないっつうのが一番怖いよね。絵柄選べたらよかったんだけど、こんな感じでもうダントツこのね、もうほんと、極めっちゃかっこいいこれ。でもね、子供がめちゃくちゃちっちゃいっていうね。いや、こんなもんなんだって。これ何入れんのって話だよね。もう醤油差しみたいな感じになっちゃう。これね。醤油差しつうか、醤油垂らすぐらいの、ほんとあれしかないけど。いや、実際に使う人いないと思うけどね。飾るための小皿って感じだけどね。ということでね。いや、これ欲しかったんでね。いや、これは本当出て、一発目で出てね、もうちょっと安心しましたね。はい。いや、色紙だったらもうどうしようかと思ったんでね。で、とりあえず、小皿、よし、と思って。で、じゃ、もう一枚でありますんでね。はい。ベリベリッと、はい、めくりました。その結果、
ヤフラゲ立ってないですよ皆さん。なんとですね、いやー、これ出てくれましたね。はい、どーん、小皿いや、あのね、あの本当小皿いいんですよ。あの本当欲しかったんで、もういや小皿2枚はいいんですよ。あのね、でもね、なんだろうね、デジャブかな。昨日とね、出方昨日は HH だったの、今日 II って、おいおいちょっとこれ危なくね。あの前回のデジャブだったらこれ同じ絵柄が2つ来る可能性あるよ、これちょっと怖いねこれね。いや、あのね、これ悟空だといいんだよ、一番欲しいの悟空だから。悟空とあのトランクス狙いなんで、これ悟空とトランクスだったらこれ神引きですよこれ。はい、まあ、あとはスーパー2のご飯、まあ、特にでもこれ外れっていう外れはないかな。この炭式っつうのはすっごくかっこいいんだよね。なのでね、まあ外れはないだろうけど、ちょっとダブルのだけはちょっと勘弁してほしいなということでね。はい、まあ、実際ね、じゃあね、もうあのちょっとね、本当は終わらせる予定だったんですけど、ちょっとまた長っちゃったな。ちょっとなんだかんだ小言が多いんでね、私ね。はい、ではね、早速ね、あの開けちゃいますよ。はい、もうパカッとね、はい、これどっち向きで入ってるのか分かんねえんだよな。ちょっと待ってくださいね。ちょっとだけチラッと、あのあれ絵は見ませんけど、ちょっとどういう風に入ってるかだけちょっと見ましてじゃね、見させていただきますね。はい、なんだこれ、どうやって入ってんのこれ、なんだこれ、どういう風に入ってんのこれ。ちょっとね、なんかこんな風に入ってんですよ。なんだこれ、ちょっと出しづらこれ、出しづらい、ちょっと出しづらい、ちょっと待ってくれよ。あ、でもね、これどうやって開けるかは、もうあれいっぺん、こうですよ、こう。じゃあこれ観音開き式で、これちょっともう開封しましょう。これね、こう一発では上がりませんよこれね。よし、いや運命の瞬間、いやーこれはほんとね、前回のリベンジということで、ほんと悟空出てください、ほんとお願いしますね、これね。注目の結果は？いきます。はい、せーの。あ、バーダックですね。いや、悪くはないんですけれども、でもかっこいいな。いや、なんだかんだこれやっぱ浅いし、いや本当使い道がなくはないけど、やっぱこうやってこう飾っとくもんだよね。まあ100均かなんかで立てるやつありますよね。あれこう立ててね、ちょっと飾るっていう方式でちょっと飾りたいですねこれはね。いや、これもう本当アートですよ、アート。なるほど。あー、バーダックか。これちょっと待てよ。おっと、ちょっと待てよ。これもう一個バーダックだと、俺、どうしよう。もう何もないんだけどね。いや、運命には逆らえない。うん。うわ、怖え。すっげえ怖え。あー、どうしよう。マジこれちょっと。ダブンのだけをちょっとほんと勘弁してくれよ。怖えな、怖え。もうほんとこれもうドキドキですよ、もうバックンバックン。いきます、せーの。
絶かっこいいやったぜこれ。やったー、これで報われたよ。いやーこれで報われた。いや皆さんね、ある意味でちょっと期待裏切っちゃったかもしれないけどね、これでバーダクだったらちょっとね面白い結果になったかもしれないけど、ちょっと期待裏切っちゃってごめんなさいね。いやこれほんとリアルなんでね、うん、いやこれマジ嬉しい。いやマジかこれ、このウォークめっちゃかっこよくないですかこれ。何なんだこのウォークは、素晴らしいよね。いやこれはすごい、ここまでいくともう全種集めたいねこれね、うん、やっだぜリベンジ。やってもな、ちょっとトランクス欲しいんだよな。ちょっとトランクス戦、ちょっともう、まだやるかもしんないな。